はい、山田作恵と言います、東大と小柳加速器研究機構の名誉教授であります。私は長年電子陽子衝突実験をしてまいりましたので、少しお話をしたいと思います。 ILC はエネルギーフロンティアの電子陽電子衝突装置であります。電子陽電子衝突は非常に純粋な形で素粒子の研究を可能にします。特にエネルギーフロンティアでの電子陽電子衝突は素粒子と宇宙の核心を探るための非常に有力な手段で、他の手段では得られない精密な情報を得ることができます。1960年代に欧米の研究所で比較的小規模の開発研究が進められて実用化されました。我が国で初めて電子陽電子衝突の可能性に注目したのは実は小柴先生であります。すでに1960年代後半に国際共同研究を始めております。で、電子陽電子衝突がいろいろな実験手段の中で非常に威力があると広く認識されましたのは1974年の新粒子の発見であります。これは素粒子革命と言われるほどの大きなインパクトを与えたものであります。で、その中で小柴グループも新粒子研究で大きな貢献をすることができました。この時から素粒子研究は新しい段階に入りましたが、その中でより高いエネルギーの電子陽電子衝突装置が世界で建設されました。で、そこでは大きな発見が続いたほかに陽子加速器で発見された新現象も含めいろいろな現象の、精密な研究が電子陽電子衝突で、なされました。そこで初めて全貌が明らかになったこともたくさんございます。日本の研究者はドイツとアメリカのこうした施設で研究を進めて、それと同時に人材も育て、国内にトリスタンを建設しました。1980年代にはトリスタンは数年間にわたって世界のエネルギーフロンティアでもありました。そこでは国内で国際研究を国際共同研究を進めるということも行われるようになりました。その後セルンのレップとスラックの SLC がさらに高いエネルギーを実現するようになりますと、トリスタンはエネルギーフロンティアではなくなりましたが、それを今度は KKB、 さらにスーパーケック B としてビーム強度の最先端の加速器として新物理の探索をすることになりました。そこでは CP 非対称性の研究が行われ、その検証を行われるということも皆さんのご記憶にある通りでございます。1980年代にはすでに世界の電子陽電子研究は REP、SLC に続く次世代のエネルギーフロンティアを目指す開発研究を始めました。それがリニアコライダーの開発であります。日本、ヨーロッパ、アメリカの間で非常に激しい競争がございました。これはもちろんなかなか有効的な競争ではありましたが、10年以上にわたる開発競争が続けられました。で、2000年代になってこのまま競争を続けるのではなくて、世界レベルでの国際協力を実現しなければリニアコライダーは実現できないという合意が世界的になされまして、方式の一致等に関しましても合意が行われ、 ILC の開発に全世界の努力が結集しました。その結果約2年前に技術設計書が完成し、現在もILC 実現への努力が続いているところであります。現在世界の研究者が日本での ILC 実現を希望しております。で、これは日本には
電子陽電子衝突による素粒子研究の50年近い長い歴史があるとともに、これまで一緒に研究し開発の努力を続けてきた間に培われた大きな信頼が相互にあるからであります。ぜひ日本に ILC が実現することを願っております。